さてさ、ショコレでございます。今日はカメラが前回動画でお伝えいたしました、大阪にこれを持っていこうかなと検討しているコンデジを無理やりアイビスミニとか GoPro をつけているところにつけているんですけど、ちょっと重さで傾いてると思います。三脚穴がね、偏っちゃってるんで真ん中にないんですよ。だから若干重みで下がっちゃってるかもしれません。持ってる小型カメラの中では一番センサーサイズが大きいゆえに明るさにも強いので、光をいっぱい取り入れてくれるのはこいつなんで、夜にも多分向いているはずです。ちょっと ISO 感度どこまでいけるかとか全く調べてないので、それでね、今のこの僕の位置と今のカメラの位置なんですけど、こうマンフロットのピクシーを持ち歩いたとして、手を目いっぱい伸ばした段階での大体の撮影距離ぐらいになるのかなということです。ディスプレイがちょっとバリアングルじゃないし、自分でも動画撮りながら確認が取れないので、目いっぱい伸ばしてピクシーを使った段階でどれぐらいなんだろうと、どのような広角になるのかっていうのを調べるために今ブラドラを撮っています。ちなみにね、このカメラ説明書とかがねちょっと会社にあるから、そういうのはね読めないんですけど、動画どれぐらい撮れるんだろうと思って、で動画ボタンを押したら30分から29分59秒からどんどんカウントダウンされていく動画の撮れ方で、15分から20分ぐらいのところですごい熱くなるカメラが、でもその後も撮れましたけどね。と線路も試しましょう。改めて申し上げますけど、右左右などで上を見る必要は全くありません。左右左見て僕は上を見ます。これが降りてくるんじゃないかっていうのが怖いんで。はい、いかがな音でしょうね。はい、トン、着きました。ちょっとね、最近過食気味と言いますか、食べても食べてもねお腹がいっぱいにならないんですよ。その時はなるんです。なんですけど 2,3 時間経ったらね、まだ入るとかって言ってね、ひょいぱくしちゃうので、ちょっとまたこの休憩をするタイミングと言いますかね、ちょっとスーパーまで出向いてヘルシアないし特茶を大量に購入してやろうと思います。自分で努力はしないで物に頼る派です。はい、ではショコレでした。また明日。いや、まだまだトンネル越えてから長野にまでいる高校生の時にさ、ラーメンなんだっけ、吹雪だったかなっていうなんか味噌ラーメン屋ができた、同じ店主で名前だけ変えるみたいなパターンあるじゃん、そのパターンだったら美味しいんだろうなと思って行ったらめちゃくちゃまずかった。味噌ラーメン、あのね、渡辺君ね食べさせたいラーメン屋があるんですよ、長野なんだけど、名前はインチキゴリラーメンって